中島よしき事情皆さんこんばんは。中島よしき事情パーソナリティ、世に出せない話をしておりました。中島中島よしきたちですいつも無理だけど今回はちょっと、いやでもいい話というか、みんな思ってるけど言わないというか、なんで言わなくなってしまったんだろうみたいなね、まあ、本当にもうこれ以上のヒントはダメです、この番組は文化放送とはなかなかご縁がなかった僕中島よしきがこれまで培ったノウハウを存分に発揮しつつ、さらには番組作りの裏側を見せながら組み立てていく裏を持てない実直型新ラジオ番組です。でも何も情報は与えられないですけどね。だからやっぱね、極端になっちゃダメですよね、こういろんなことがね、意見もそうだし、人に対して自分のこともそうだし、ゼロ100じゃないじゃないですか。こんなもうずっとふわふわ喋ってるだけでリスナーには何も伝わってないいやでもそうだと思う。なんかそういうのを言わない風潮になってきてるというか、いろんなこともね、うん、なんかこの綺麗事って言ったら、それこそね、なんか綺麗事ってなんか悪い言葉みたいになってますけど、綺麗なこと言ってんだからまあいいわけじゃないですか。それはそれで、それでもただそれだけじゃないよこの世の中はねっていう話でしょ。いろんな意見がね、そう、いろんな思想があって、いろんな、考え、いろんなこう感覚、美的感覚もそうだし、思いがあって、いろんな人間が生きてるんだよっていう話を1本目と2本目の間にするっていう、まあ、その社会派ラジオですから、やっぱり口開きはマッチングアプリと税金の話するんだからはい、というわけで中島式による中島式地蔵スタートです。中島よしき地蔵、この番組はニジスタの提供でお送りします。ここそこで切られてるくらいな、このように思いました。何喋ってる、あ、サラデラリヒケの小僧小さく埋めろ、ここで中島よしき事情。改めまして中島よしきです。多分もう放送されてると思うんですけど、先日アンサンブルスターズっていう、僕が出演してるアプリゲームの、ユニット、流星隊という5人組のユニットの、今やってちょっと前にやってたアプリ内イベントの特番を収録して放送もされたと思うんですけど、その収録の時に久しぶりに5人集まったんですよ。僕と補正雄一さんと西山幸太郎くんと新田安寿くんと渡辺拓海さんの、この5人が流星隊なんですけど、この5人で久しぶりに終わった後にご飯食べに行ったんですね。ご飯食べ、あ、でもなんかもう全然やってるお店なくて、時間もちょっと遅くなっちゃったんで、収録自体が、まあ、軽く小1時間でもっていうことだったんで、本当になんか練り歩いて探して見つけたダイニングバーみたいなところに行って、ちょっともう本当に一瞬だったんですけど、ご飯食べたんですけど、そこでなんでその話になったんだっけな、なんかね、すごいアンジュがピュアだっていう話になって、まあ、アンジュ、ニタアンジュ君はその81でいうと僕の後輩なんですけど、年は1個上なんですよ。30歳なんですね。ちっちゃくて可愛らしいですけど、サンタさんの話だったんですよなんでか、いや、まあ、いつ頃までだっけねみたいな、このいやもらった、ホセさんがこうなんか、小学校高学年まで結構信じてたよ、はいはいはい、みたいな、なんかでもだんだんこうやっぱこうお願いしてたものがもらえなくなってきて、それね、そうそれあるよね、そう、なんかやっぱゲームとかちょっと高価なものをね、はい、お願いするとだんだんこうもらえなくなってきて、うーんってなって、4つぐらい年下の妹さんはまあそんなだと思ってたよみたいな、やっぱ女の子の方がちょっと達観してるのかなみたいな話した時に、アンジュが高3ぐらいまで高3というか、半信半疑ではいたって半信半疑、ほんいやもうなんかいるのかなみたいな、いやでも毎年届くな、はい、しかも思い描いてたものというか、はい、お願いしたものが毎年届く、すごいなと思って、
で上京して一人暮らしとかになった時にいやさすがにないやろと思いながら、はい、一応枕元にワンちゃんいるかもしれないからと思って一応念のため枕元にあの欲しいもの書いて置いといたんですって、はいはい、で起きたら何にも置いてなかったやっぱいないんだってなったって、これが多分上京してきた時のその18、19とかのタイミングだったんじゃないかなっていうので、はいはいはい、30 いやこれはやっぱりそのご両親がいかにねその子供の夢を守るために奔走していたのかっていう、本人も半信半疑だった、ね、そう、もうもはや なんだろう、やっぱ大人になってきてるねからそのな、でも物理的にそんなものはないんじゃないかってやっぱなってるけど、でもやっぱうちは届くんだよな、はいはいはい、思い描いて枕元に書いてたものがなんて素敵なご両親でなんて純粋に育った息子なんだ、こういう息子が欲しいって、わってなって、であのなんだっけな、すごいこれすごい最近あの発見して動画で見てすごいなって思ったんですけど、アンジュがね、赤ちゃんってこれも多分ホセさんの娘さん、もうホセさんがずっと娘さんの話するからまだね生後1年経ってないぐらいの 1歳になってないぐらいなんですけど、赤ちゃんってすごいんですよってアンジュがね動画で見たんですけど、はいはい、こうほっぺたのあたりから綿棒をこうツツーってこう耳の方に持っていくと耳が突然パタって閉じるんです、これ反射であるらしくてすごいんですよって言った瞬間にあの一斉に全員でそれあの逆再生どういう反応されるんですか、そうなんですか、信じただっお前失敗も逆に心配だよね、ここまでいくと、いやーなんていいやつなんだ、疑わずにね一回信じて、でも本当に目キラキラさせて赤ちゃんってすごいですねっつっあんな反射があるんですね、やっぱ大人になると忘れちゃうんですねっつって、それ逆再生だからっつって、これねさっき矢島さんたちも見てもらいましたけど逆再生じゃんこれでぜひ見てもらいたい、あの見たことないよって人には結構 YouTube ショートみたいなので一時話題になってたんですよね、あの逆再生こう耳がピャって逆再生だからね、こうなってる耳がブルンってなるだけなんだけど、こう閉じてたやつが開くっていうね、それ逆再生してるだけなんだけど、だから赤ちゃんの神秘だねって言われたらまあちょっと信じそうになるじゃないですか、まあね本当になんかやっぱ失われる反射とか多分あるからいっぱいそのうちの一つなのかなって思わせるかなと思いきや全然思わないみたいなね、そう大丈夫だったのかな、31歳の今年なるアンジュすごいね、いやいい、こういう子もいるんだなって思いましたね、なんか自分がすごいひねくれたやつだっていうのが、あとやっぱりその小学校高学年になるとだんだん俺もね吉木で言いましたけど実用的なものになってくるみたいな、プレゼントがボールペンになったりとかね、顕微鏡顕微鏡ってすごいけどね、顕微鏡、坂本さんの近況、最近家のデスクトップパソコンで信長の野望をプレイしていたんです。まあちょっと古い PC なので処理が遅いのかなくらいでプレイしていたんですが、たまたま YouTube でプレイ動画を上げている方がいたので視聴してみたらめちゃくちゃサクサク動いていてまさに別ゲーでした。多分僕の PC は同じ作業でも3から5倍ぐらい時間かかってます。こんなところで時間を無駄にしていたことを知り落ち込んでいます。もうぜひ買い直してほしい。多分この信長の野望ってね、あのシミュレーションゲームですからそんなに容量自体重くないと思うんですよ、ゲームのね、あグラフィックもね動くから、そっか新しいデスクトップでもあるんですね、信長の野望ってだからそのプレステーション2とかのイメージでしたけど、パソコンのゲームやらないけどパソコンでゲームやろうとしたらやっぱりそこそこのスペックがないと、まあね物によりますけど、うん、どんなゲームかにもよるんだろうけど、それこそ何その FPS みたいな、うん、オンラインでつないでリアルタイムでいろいろこうグラフィック動かしてとかっていうのだと
タイムねラグとか出ちゃうと一気に負けたりしちゃうわけじゃないですか。だから家のネット環境とかも多分大事だし、いやお金かかる趣味ですね。ちなみに僕信長の野望波動っていうアプリゲームには浅井で出て、浅井長政で、あ出てるんだ、はい、出演してますんで、浅井長政他何役かやらせていただきましたんで、なんかなんかあったらよろしくお願いします。パソコンね、俺も家で音声編集とか収録したりとかしますけど、もうちょっと重いですね。あ、まあちょっと前か。そうですね、ちょっと前ですね。iMac を使ってるんですけど、もうどんどん進化してるし、やっぱ容量ってのは増えてくる。定期的にこうディスクとかに動かしてるんですけど、ハードディスクみたいな外付けとかにも移し替えたりとか、 SSD とかに移し替えてるけども、やっぱなんか処理がだんだん遅くなってくるなっていうのと、もうレックしようと思ってロックオンボタンポッと押したら CPU 処理不足ですってなっちゃってこうたりとかするから、そろそろちょっとパソコン自体も買い替えたいなと思ってますけどね。やっぱさ、そこまで使わんやろうと思って一番そオーソドックスなベーシックなモデルを買ったんで、もうちょっと出してもっとロングで使えるようにした方がいいのかなと思っていますけどね。もうほぼ 100% 家でそのオーディションテープとか撮るんで、だったらねちょっとね、ちょっといいのあっても、それこそラジオの編集とかもね自分でしたりとかしますから、そうプロツールス、僕もプロツールスっていうソフトを使ってるんですけど、プロツールス用のなんかショートカットが見えるキーボードみたいな買ったんですけど、カラフルなやつ買ったんですけど、全然なんか対応してくれなくて、そうなんかそう押してるんだけどそうならない、あれな、なんだろう、英語版とかじゃなきゃダメなのかな、英語版というかその英語キーボードとかの設定にしなきゃダメなのかなとか、そう確かそうプロツールスってそうなんですよね。そうだから俺MacBook は Pro を使ってるんですけど、なのでいいスペックのものを使ってるんですけど、デスクトップがあるにもかかわらず編集とか全部ノートパソコンでやってるんですよ。もう画面ちっちゃいし文字もそのキーボードも小さいから、本当はデスクトップでやりたいんですけどね、高いねパソコンって。だいぶ安くなりましたけどね昔に比べたら。なんか、まあ、ピンキリよ Mac も本当に。いやなんかピンキリですね、なんか3桁みたいなやつもねありますね、いろいろ持って持ってやったらね、 iMac Pro、 Mac Pro みたいなのもね、 Mac Mini とかでモニターは別で買うとかでもいいんですかね、うん、あいいです、うちそれ持ってます。ああそうなんだ、はい、矢島さんはでもなんかでかいノートパソコン持ち歩いてるじゃないですか。ああまあまあ、あれがメインなんですか。あいやいや、うん、それもメインですけど、家の動画編集とかは Windows で。あ Windows なんだ。使ってるソフトは動画編集は何でやってる。プレミア、プレミアが古の感じしますね、うん、ずっと昔からやってる人やっぱ、はい、アドビがいいみたいな。いやーなんかこの辺も突き詰めていくときりないじゃないですか、うん、パソコンってスペックを追い求めるのも、そんなに別に俺はオンラインゲームもやらないし、うん、ネットとかだったらスマホとか iPad でもいいし、何をやるって編集なんで、編集やるんだったら多少力ないとね。坂本さんはいつ買うんでしょうね新しいパソコン。いやもうなんか見てた気がする、なんか本当にどれ買おうかみたいな。でも多分信長の野望のために買うってことでしょう。そうですよね。メールいただいてます。ラジオネーム橋本じゃない方のカンナさん、吉木さんスタッフの皆さんこんばんは。以前の放送でファンの態度が推しへの評価につながるといったお話をされていて非常に共感いたしました。これは大学生の頃イベントスタッフのアルバイトをしていた時のことです。とある男性アイドルのライブスタッフをしていた際、ファンの方々のマナーが非常に悪かったことがありました。きついですね。それ以降テレビでそのアイドルを見るためにこの方たちのファン印象悪かったなと思い出します。アイドル本人に全くの非はなく、また素敵なファンの方々がいることも分かってはいるのですが、私の中でそのアイドル自体の評価が下がってしまいました。自分の一挙手一投足が大切な推しへの評価にも影響すると実感し、推しに恥じないファンになろうと決意した出来事でした。まあ、吉木のおまけですか？おまけで言いましたね、はい、ファンの方のうんぬんかんぬんで、これね、
推し当人じゃなくて推しの周りの人たち、そのタレントさんの周りの人たちの評価が変わったりとかすることもあるよという。まあかわいそうですよね、本人、本人はね。うん、なんかタクシーで会場から出るってなった時に禁止されている出待ち行為をしてる方がすごいなんとかさんって書いたうちわとか持ってたとかすると、あ、この方のファンは出待ちしちゃうんだなって俺も思ったことありますし、うん、その人がとりわけマナー悪いとかってことなんでしょうけどね。まあある意味ね、あのファンの方が増えれば増えるほどね。そうですよ、分母が増えれば増えるほどそういう人も、まあ ね、その確率論としては、うん、と思いますけど、ね、一概には言えないかもしれないですけど、みんながこうなんか正しく応援してくれてたら、うん、そういうことにもならないんじゃないかなと思いつつね、いろんな人がいますから。これもオープニングで言いましたけど、うん、その人のね、その人の正義とルールはまた違いますから。でもルールは守りましょうね。うん、いや本当に結構マネージャーとかが気使って、イベントの会場から出るときに、すみません、待ってる方いるかもしれない、先に見てきます、あ、全然いいですよ、いないと思うんで、僕のファンそういう人あもう見たことないんで、いたらぶん殴るんで大丈夫ですみたいなやめろっつってやめろって言ってるだろっつって。声優さんはね、基本的にはダメですもんね。ダメですね。出待ち、でもいい場所もあるじゃないですか。その僕らはないですけど、うん、芸人さんとかって結構出待ちの文化があったりとか、その舞台俳優さんとかはなんかそこもなんかコミュニティになってたりとか、もう今はないのかな。アイドルもそうなの？まあ、一部はある、そういうのも、ちゃんとやればいい。うん、はい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 。まあそういうのをね、こうオフィシャルで設けてるんだったらいいと思うんですけど、はい、僕は本当に見かけたらすごく悪口言うんで大丈夫ですよってマネージャーにも言ってます。これは教えてあげないと。こんだけラジオでこんだけ言ってるのに、まあラジオね聞いてる人がすべてファンのすべてではないと思うんで、全員に伝わってるとは思ってないですけど。こういう話って分かってる人にはすごい伝わるのに。もしかしてご新規のファンの方とかって、その声優さんが出待ち行為ってダメですよっていうルールをもしかしたら知らないかもしれない。さあだからやっぱそれはやっぱ一回殴られて教わったらもう絶対やらないじゃないですか。比喩表現ですかね。比喩表現ですよ。何言ってんですか。ちゃんと注意するということですよ。しかもスタッフじゃなくて僕が直接注意しますからね。ダメージですよこれは。ダメだからね。喜んじゃうのかな。いや分からない、それは喜んじゃう、喜んじゃう、可能性もゼロではない。喋ってくれたってなっちゃうかな。どうかな、違う、難しいね本当に。言って、この僕はくすぐられるのがすごく苦手なんですけどこれが何でかというと、まあ、くすぐったいとかっていうのももちろんそうなんですけど、くすぐってくる人って俺の本当のやめて気づかないで、またまたとか言いながらやったりとかするじゃん。ブッブッブッ、名前比喩表現です。ブッブッ、言わないけど比喩表現です。なんかこの本当にやめてが伝わらないのがすごく嫌だなって思うんですよ。これはくすぐりに書いた、今くすぐりを例に出しましたけど、くすぐりが比喩表現ですよね。そう、くすぐりが比喩表現ですね。このやめてと言っていることが、なんかまたノリでそういうことを言ってるやとか、いやよいやよもでしょみたいになるのがすごく、なる人がすごく苦手ですね。はい、っていう気をつけましょうね。まあよしきは結構嫌なことは嫌だって言うタイプなんで、めちゃめちゃ言いますけどね。これはでもタレントの責務ですよ。なんかやってはいけないことはこっち側からもちろん発信しないといけないし、なんか全部いいよいいよやってくる、やってありがとうね、全部好きだよ、ありがとう、愛してるよとか、そればっかりだと、ね、増長してしまう、ね、方もいるかもしれないからね、うん、何でもいいんだ、そこはいいかもしれないけど別の場所ではダメだよとかっていうのは、なんかこれはこう表に出てるものとしてこの治安を守っていかなきゃなって思いますけどね。シャルモンさんからいただきました。ヨシキさんごきげんよう。以前の放送でファンレターの嬉しさについてお話しされていましたが、私もそれに近い嬉しい出来事を経験したことがありました。というのも去年推している女性声優さんがやられていたラジオ番組の卒業イベントがあったので、
そのイベントに参加した際その方に、お手紙を書いて届けたところ、後日その方から直筆のお手紙のお返事届きました。素晴らしい、すごいね。手紙の内容もすごく温かさと愛にあふれた言葉が綴られていて本当に嬉しかったですし、驚くことにその手紙には香水が吹きかけられており、手紙を開くたびにふわっと香水のいい香りが漂ってくるという気配りとセンスにあふれていて、その方がより一層好きになりましたし、自分の気持ちを伝えることの大切さや手紙ってこんなに尊くて嬉しいものなんだと改めて実感しました。お、素晴らしい、素晴らしい声優さんですね。いたもんですね。どなたなんでしょうね。これ男性からいただいてるメールなんですよ。男性からその推しの女性声優さんっていうのでいただいて、なんか共感を共鳴してくれたみたいで、すごくない？その直筆で多分このイベントに参加されてた、お手紙ボックスとかにね、あのお手紙入れてくれたファンレターとかに多分いついつにお返ししてるってことでしょ、ひょっとしたら。そのなんだろう、その労力ももちろんすごいし、あのお手紙を出すってその切手代とかお金もかかるし、ただではない、その自分で投函しに行かない限りはね、ただではないから、その労力もすごいし、その香水を吹きかけるなんて、こんなガチ恋を生みますよ恋ファンを生みますよ。これはシュッキーってなっちゃうじゃないですか。これ同じ匂い何かにゃーってなっちゃうタイはありませんよ俺されたら好きになっちゃうと思うもんだって。それ推し、別に推しがいたとしても、そうね、うん、なんかこの子すごいなって思っちゃうと思う。まあ最高だよね。最高だよこんな、なんかもう愛もそうだしセンスもすごいあるし、なんかオタク力というか、なんかあざとさもあるというか、いい意味でのね、なんかそういう愛されてくみたいなのもあるからな。努力の人だ、ね、そうね、これも考えてやられてるんだろう。これあの名前はねどこにも書かれてないですけど、俺たちの中でその方の評価がうなぎ登りになってる名前をね若干知りたい、知りたい、どなたなんでしょうね。いやすごいな。いや僕ね、あのやったことないですよ、お返事って、ファンレターへのお返事って、あのというのも、あの物理的に不可能なので、僕はもうやらないというふうにお伝えしてるんですけど、あと1回やったり1人にやっちゃうと、まあ、俺僕はそれが嫌なんですよ。その全員平等に接したい、そうだから、あのすべからくこう平等に接したいので、この方だから書こうとか、昔から来てくれてる、新しく来てくれたからお返事書こうというのをやるんだったら全員にやるし、全員にやるのはとてもとてもちょっとありがたいことに難しいのでやらない。一時あの花江さんかな、花江夏樹さんがあの年賀状をお返しするっていうのをやってたことがあって、多分その年だけとかだったのかな。でもやっぱその半年ぐらいかかってましたもんね。半年、いやそう、花江さんみたいなさ人にさ、多分お返ししますって言ったから送った方もいただろうし、そういうのを見るとすごいな花江さんと思うと同時に、絶対自分にはそこまでのこう根気と労力とないな、愛と感謝はあったとって、そこにこう時間と労力が追いついてこないなって思っちゃうんで、これはもうやらないという誠意を皆さんにお伝え、ただ間違いなく読んでるということだけは毎回お伝えしてますけどね。最近このプレゼントボックスという文化が僕の周りではないので、事務所に届いた、だから本当に僕の場合は逐一いただくんですよ、あの手紙をまとめて5っていうよりかは、届いてましたよっていうのが台本入れてある袋の中に入ってて、だから結構読みやすくはなったんですよね。あの1回のイベントであの100何通とかだと、まあ分けて読まなきゃなってなったけど、今だと、まあ、多くても30通ぐらいがこう入って、1週間に1回ぐらいそれをこう読むぐらいだったら全然1日でできるから、すごくそれこそ余すことなく読めているなという感じがしますので、ぜひ送ってください。事務所にね、はい、事務所に AT1 プロデュースに送っていただければ、もうよっぽどあのひどいこと書いてなければ僕に届くようになってると思いますんで、あもう本当に物によってタイミングとか、あの物によってはあのスタッフがもっと中を改めることは当然あるんですけど、安全をね考慮した上で、僕はないですけど、本当になんでそんなことを文章にして送ってくるみたいな手紙も、悪い意味でね、
あると聞きますんで、トラウマになっちゃうじゃん。それはさ、いいものが 100ほぼ100通来てるのに1通だけ99対1でそれが入ってるだけでもなんか次の手紙開けるの怖くなっちゃったりとかするだろうから、それはまあマネージャーとかスタッフとかが考慮はしてくれてると思うんですけど、まあぜひどの人に、どの職種、どんな人に対しても手紙って絶対響くものだと思うんで、手紙はやっていいんじゃないかなと思いますよ。イベントとかで、お、俺が、いや高橋くんが、高橋くんが俺に、俺に、うわー楽しみ。俺手紙書くのめっちゃ苦手なんだよなすごいお前やること多くて大変だサラリーマンなのに急にギターも弾かされて手紙書かされて、手紙はさ、まあちょっとさ人によるかもしれないけどさ、すぐできるっちゃできるじゃん、はいはい、あのまあほんの1日もあればさ、はい、ギターはどうする、でも弾けるんでしょ、なんかコードぐらいは弾けますとか言ってたよ。コードが弾けるは弾けるですか？そう、いや弾けるでしょ。いやゼロはゼロじゃん。まあゼロはゼロですね。G はどうとか、ね、C はと E はとか言ってたらそれ大変なんだけど。うん、とりあえず高級2日はずっとギター練習。かわいそう。なんかね、もしやったらレッスンとか。ああいいよ。でもその練習やろうとしてた曲は D と A と G、C。F も出てくるか。多いなぁ。F あるんだ。F あるわ。まあなんとかなるでしょう。お前すごいな。エレキだから。エレキだから、まあ最後ギャリギャリ言って歪ませりゃなんか、うん。エレキの曲じゃねえぞ。あれね。違うよね。どっちも候補に上がってる、どっちも。あ、こぎだよね。そう、しっとりしとるぞ。大丈夫か？はい。という感じでございますけども。エンディングですかね。はい、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。不相談感想のほかコーナーは、あなたが詳しいことを教えてください、事情は2、あなたの経験則にのっとったパーセンテージを大募集、その確率何パーセント、若かりし頃の失敗談を募集中、そういうとこだよ高橋君、シチュエーションとあなたの思う正解のセリフをセットで募集、恋愛方程式かっこかり、メールアドレスはすべて小文字で yoshiki@joqr.net yoshiki@joqr.net まで、番組ツイッターもあります。アカウントは yoshiki_qr です。ハッシュタグはハッシュタグ yoshiki となっております。この番組は YouTube にじっさチャンネルでのアーカイブ配信があります。更新は毎週火曜夜7時です。おまけもついてますのでぜひ聞いてください。そして3月19日日曜日にはイベントがあります。現在番組先行抽選受付を行っております。受付期間は2月25日土曜日の23時59分まで、23時59分まで、来週までですかね、ぜひ遊びに来てくださいということで、お時間です。中島よしき事情、お相手は中島よしきでした。また来週。中島よしき事情、この番組はにじスタの提供でお送りしました。ということで、中島屋敷事情第111回、いかがだったでしょうか。この音声はアーカイブでお楽しみいただいているあなたに向けた放送後期的なものになっております。メール読みます。支払いボットさん、はい、よしきさん、スタッフの皆さん、いつも番組楽しく聞かせていただいております。こんなお話、週末のこの時間帯にお話しするのは我ながらためらいましたが、モヤモヤが晴れないので読まれない覚悟でメッセージを送らせていただきますということだったんで、火曜日の夜にしました読むのを週末の夕方やめました。最近ソフレという言葉を友人との会話で耳にしました。どうやら添い寝をするだけの友人の意味合いだそうですが、会話をしていくうちに自分の中でソフレって結局背で始まるあれと概念同じなのではと思い、モヤモヤしてしまいました。考えれば考えるほど疑問に思ったので、ぜひよしきさんからの見解いただきたいです。してますソフレは。いや、あの使わねえけどえ、高橋くん、なんか言ってたよ前にね。うん、この話ちょっとしましたよね、多分前にね。高橋くんソフレだって言ってたよね。ソフレ、いや、あの、じゃ結果的にソフレだったのかな。ああ、添い寝しかしてくれなかったってことでしょ。その先も期待させといて、添い寝で終わったんじゃなかったっけ。だから私はだからあれですよ、逆にあの
言い方です。被害者みたいな。あ、そうね。絡められて。ああ、そうだ。何にもせずに寝て、なんかみんなから批判を何か来る。ああ、なんで寝てるんだと。で、だから結果的にこうソフレみたい。うん。でもそのな一回だけじゃなかったんだっけ？まあ二三回とかね。それはソフレですね。そうですよ。ただ高橋が望んでないかもしれないけど、相手は。ソフレを望んでたかもしれない。望んでたのかな。そうじゃない、わかんない。安心したいんじゃないですか、誰かと一緒に。そんなのずるいじゃん。安心はできないじゃん。いや、あなたは安心を求めてますが、こっちはね。いや、そうだから、そうなった時点で成立してないってことですよ。そうですよね。どっちも、いや、誰かと誰かがいるだけで、ここにいるだけでいいんだっていう人同士だったら成立するかもしれないけど、まあまあ そんなわけないって思っちゃうよね。まあ、いや、多分そういう人もいるんだろうけどさ、うんうん、っていうのに当たったんじゃないですかね。いや、でもこの人は、あのシャーレボットさんは、そういう人と、そういう人になってしまいましたとかじゃなくて、友人と話してるうちに、友人が、多分この友人がソフレがいてみたいなことだったのかな。やっぱ良くないな、響きが悪いな。え？響きが悪いな。いや、俺がつい噛んじゃうかもしれない。やめなさい。他にないのかな。ソイネフレンド。ソイネフレンド、ソイネをするだけの、ソイネの何がいいんですかね。全然、まあちょっと違う番組恐縮なんですけど、はい、あの寺島純太くんがロト6とロト7ってやつを、はい、すげえ急いで落としたら、ちょっと間違えちゃったっていう。いや、もうなんかちょっと間違えちゃったっていうのがありました。でも間違えちゃっただけですもんね。そうそう、言おうと思ったんで、ね、それ焦って言ったからロト7になっちゃった。やめろ。だからやだ、もう中学生じゃないんだからさ、単語で盛り上がるのやめようよ。いや、だからこの個人的な僕の見解ですけど、理解はできないですよ、ソフレ。そうね、はい、そうね、ただでは済まないので、僕だったらね、横で寝られてしまったら、どうでしょうね。人にはよるかもしれないですけど。だからきっと、いや、そういうんじゃない、何言ってんの。そうそうそう、言われちゃうわけでしょ。あんたは寝てりゃいいのよってことでしょ、きっと。うん、きついと思うけどね。だからそういうのが全くない者同士だったら別にいいじゃないの。まあ、男女の、まあ、戻るね、うん、男女の友情って話になるけど、でもソフレって男女の友情ですらないじゃん。そっか、友達と寝ないじゃん。そういうねしない、延長だとは思うけど、でも違うベッドでしょ、泊まりに行ったりとか、まあ 友達、それは男女だろうが、でもマジでないな、お前とはそういうんじゃないよな、そうだよねみたいな仲になってたら、いや、ちょっと人肌が欲しいから一緒に、いやー、きついな。でマジで何もない、まああると思うよ、世の中には。いや、だから僕は基本的にないと思ってるので、男女の友情とかっていうのはね、友情のようなものは、まあ、友達もいますから、僕も別に女性の、のものは築けると思いますけど、この俺と矢島さんと雄太のようなこの感じにはならないわけですよ、うんうん、ソフレね。結果的なその状況に陥ったからソフレだと思うんですよね、多分。なるほど。大学とかでこのみんなで飲み会行ってで飲んで終電なくしちゃったで何々ちっていいっていう風になって、ダメだよで、まあすげえな。だから、ちょっと卵が先か鶏が先かみたいな、そのソフレになろうって言ってソフレになったのか、結果的になんかこれ添い寝だけしてんなみたいなことでしょ。そうそうです。で、多分それが基本は多いんじゃないかなって。あ、なるほど。その添い寝になった、なんか雑魚寝みたいな感じで、そうです、そうです、みんなで寝てるだなんかなんだか分かんないけど、何事もない一夜がなんか続いたから、これこいつと寝るの嫌じゃないなになっていくみたいな。いや、あるか、あるか、あるのか。でもにならないと、多分ウィンウィンな、うん、はずなんだよ、はず。間で使えない話をしすぎたので、どんな仕上がりになってるのか分かんないですけど、今日はここまでです。さようなら。